皆さんこんばんはこちらはロムライ放送局の日刊のニュースでございますロムライシ人民委員会ウォータン・ダッ委員長来日は5月15日空産の例レベルでの治安と秩序を守る物体に関連するプロジェクトの構築に関する総能警察学生予備自客の報告を聴取しました 同会議では、ロムナ署警察は、安全と実素の意思活動に参加する部隊の設立基準数量と休業水準支援体制を規定した、総人民議会決議の策定過程における進捗状況、実施結果、困難と障害について報告しました。 ロカギでは、学部教は、また、地域の偶ザのねレベルでの安全と、地地上の方向に参加する、軍隊に関する、法律の施行、安全保護に参加する、メンバーの数の犠牲など、関連する内容に関する、勧告や、提案についての交換と、コメントに焦点を当てました。 空産の音の実情参加部隊の政策と体制地域の意識の空産の音での安全と実情の方向に参加する部隊の活動を確保していますセブ長は国家運営委員会の来週1回会議における運営委員会委員長のファミン・ンチン首相が 結論付けた国家の猶予な事業、運営業界の優秀なプロジェクトに関する通知第219号を発出しました。陳州省は5月に建設業祭の供給源の感染に解決するために、関係省庁、c e 地方自治体との直接参欺を行うよう、全半派副首相に命じました。 学所は国家と国民の目標と利益を第一に考え、負担し、有要な国家プロジェクトの数げんで地域と投資以下をサポートし、プロジェクト計画の正確な管理を確保し、設定されたスケジュールを3から6ヶ月上回るように努めることが必要です、 また、品質、労働の安全、技術、美観、環境保護を確保し、人々の生活への影響を最小限に抑え、建設のための食度を迅速に返済するために、建設の監視を休暇することも含まれてます。現時点では、商業、銀行は不動産向けの融資金利、優遇パッケージを一斉開始してます。 一部の銀行は新宿拡大を促進するために不動産指数約束のユーポンを受け入れました不動産投資家向けに低金利で貸し付けを行うことはこの市場への資本流入を刺激するシグナルです。銀行の不動産貸し付けの金利は優遇期間中にわずか年齢5%から6%で12か月から 24か月の不住預金金利よりも約1%高いです。外資系銀行の中には2年から3年の公定金利で年6%未満のプロさんロンバーケージを提供していることもあります。BIDV、フィッテンバン、ウィットコン版ン、アディンの翌週 大手銀行グループであっても優遇期間中の不動産貸し付け金利は年利5.5%から7%で変動します。インセンティブが期限切れになると銀行は変動金利の一般的なメカニズムを適用します。イスラエルのネタニヤフ首相は米国との会見の書位がある中でも 米国の事業支援の受け、バイデン大統領による特定金業の給与一時停止を乗り越えることを望んでいると述べました。ネタニヤフ州署はイスラエルが米国の支援なしでハーマス運動と戦う、戦うとの以前の発言を改めて述べました。 以前、情報シーズは、米国国務省がイスラエルへのジオクロールの武器的計画を検討するために、老国の会議に移章したことを明らかにしまった。ネタニヤフ州署は、この情報の額国のぎゅしまったが、米国のイスラエル支援の高く許可しまった。 この情報は、ハマースとは、観光の内戦後のバレスチナ政府、重立案について、真剣な議論を下げていると、ガラント国防大臣がイスラエル政府を非難したことを受け、発表されました。イスラエルの戦争をめぐり、流行空間の緊張が高まる中で、ギフロ・エルラン・イスラエル国連大使は、国連のゼロ組織と呼びました。 エルラン大使は国連がハマスの協力者になってる。それどこか自らがテロ、組織化してるかもしれませんと語りました。国連はハマスと協力し、ハマスをかばい、イスラエルに違反的にアントニオ・ウテレス総記長の指導下にあります。 イスラエル大使は先週、国連救援機関の本部を標的とした少なくとも2回の攻撃を受け、上記のようにコメントしまった。バイデン大統領とトラップ前大統領は、来年11月の同友日までに直接討論することに一致しました。 バイデン大統領と前大統領氏は CNN と ABC からの討論招待を受け入れました最初の討論会は6月27日にテレビ討論会に臨みます2回目のテレビ討論会も9月10日に ABC で設定されましたこの発表はバイデン氏がトランプ氏に挑戦したわずか数時間後に行われました バイデン氏は S に投稿した動画で、トランプは2020年2回の討論会で私にハンバックした。それ以外彼は姿を現さない。最近はまた私と討論したいように振り回っている。ザ・2回知ってもいい。日程を選ぼうと挑発しました。 トランプ氏はバイデン氏の調整に対して準備はできていると応じ、バイデン氏を最悪のトロした。ご清聴ありがとうございました。